Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la table ronde, la peinture française au Japon, histoire des collections privées et de la création des musées d'art occidental. Nous avons aujourd'hui pour intervenants M. Marquis Christophe, directeur de l'école française d'extrême-orient, ainsi que Miura Atsushi, professeur à l'Institut d'art et de sciences à l'Université de Tokyo, Koizumi Masaya, professeur de l'université Itotsubashi, et Jinkaoka Megumi conservatrice du musée. Je suis dans la revue Perspective de Lianacha. Je laisse donc la parole à nos intervenants pour la table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Euh, je précise pour les personnes qui nous suivent donc, euh, en, en visio que nous sommes à la chapelle de la Trinité du... フォ,ントフォンテーヌブロであります、素晴らしい場所であります、これは17世紀の場所であります、そして日本のお友達の方々は、東京からですねいわゆるですね同時中継という言葉であります。 アル美術館からお花が参加されますアル館というのは非常に新しいわけであります。まあ、建築は新しいんですけども美術館としては非常に古いんです。1952年に建てられました、成立されました石橋正二郎さん、ブリヂストン社の創立者であります。で、実はこのディスカッションの間にもこのコレクションの一部が実は戦前に書かれたわけでありまして、 ということをまた申し上げております。え、そしてですね、え、このようにえ、形でこのこのセッション題というの日本の美術館と西洋絵画コレクションというわけであります。一時間十五分続きます。大体一時間ぐらいかけて三人の日本の方に講演をしていただきます。そしてその後に質問もしていいということなんですね。会場からも質問を受け付けるということになっています。 で、私はですね。その後にあのそのそれぞれの発言者の方々に申し上げたとも言ってます。まず申し上げたいことはありますけども、実はフランスにおきましてにつきまして、その研究している美術家というのは、日本の美術館とのもう素晴らしい作品があるということは、2人も特に特にですね。19世紀のフランス絵画で憧れます。そしてま当時ですね。バブルの時代と言われていることですね。つまりこう。1980年の終わりから、それから1990年代の初め頃に。 日本は世界中の関心を集めました。そうしますのは日本はこの非常にこの民間のコレクターが非常に有名な作品、特にフランスの作品を買いました。1986年、ブリッジソン美術館、つまりアルチゾンビリ美術館でありますけれども、スワル・ジョルジェット・シャルパンチエジョというオーギストル・ーナの作品を1000万ドルで購入いたしました。これは非常に重要な作品でありまして、2017年には皆さん覚えていると思いますけど、オランジュレ美術館におきまして、 東京パリブルデストン美術館の名品展で、えー、の展示されました1987年に番号、えー、のひまわりを がまあこれはですね要するにこれはその日本のの保険会社が買ったわけであります。その時にルモントに記事が出ました。日本が西洋美術を襲撃するというふうにが書いてあるわけですね。つまりその当時ま美術市場におきましても非常にこの記録的な数字を記録いたしました。その時にこの新聞記者は言っておりましたけれども、日本人は今度このアメリカの人についてこの巨大な美術品の購買者になるというふうに言いました。そしてその時に。 記事の中で言ってましてちょっとこの上からメッセージおきましていやつまり日本人っていうのはこれは投資だろうと別にこれは本当にこの神秘的な理由ではないだろうといわゆるこれは信仰富裕層であって本当意味での愛好家ではないんだ。 あれはまた自分の会社に、ちょっとこう、いこうあたるためだろうっていうふうな感じの、調子の記事がありました。ところが、同じ記事、同じルーモンドの記事におきまして、今、実は日本におきまして。え、え、え、マスカタコレクションが、のように、この印象派の絵などは、素晴らしいがたくさんあるんだってことも、この書いておりました。実際には、このように、この西洋美術の、美術、美術館というのは、実は、この日本におきましては。戦前の、この有力な実業家が、あ、二世紀で初め。 からこのように収集してそのコレクションを元に思い出まし1980年代のこのようないわゆる東京の波よりも前だっ当たたわけであります。今日のこのラウンドテーブルにおきましては日本におきましてこのような村民間の,このコレクションがどのようにして形成されたかということにつきましてお話をしてきたと思っておりますま。日本におきますこの近代フランス絵画の普及というのは実はこれは20世紀の初めに行われましたコレクションであります。まず最初は大原真 でありまして1930年からその大原美術館を設立されましたそれからまた松高耕治郎のコレクションというのはその1959年に開館いたします東京西洋美術館の元となっておりますまあそうすね実はですねこの1880年頃からこのコレクションが実は作られておりました特にこの非常に日本の専門家によくしてだきます画商林忠正がまたこの大きなコレクションを作っております、まあ、こののようにいくつかの その民間のコレクションについてお話をいたしましたそしていろいろ考えてもらいます。日本人のこの思考ということ、そしてこのフランスと海外のいくつかの流れに、特に興味を持っているということについて申し上げたと思います。それでは、まず最初に、最初の講演者の方にマイクをお願い、あのお渡しだと思っております。え、三浦敦先生であります。三浦敦先生は。現在のこのフェスティバルのの名誉委員会の委員であります。え、そしたら、また、あ、この、特に日本に関するところでは、あ、その。 実行委員会でありますえっとこの19世紀のフランス絵画に関しまして特にマネーなどに関しましての大変な専門家でありますしたまたジャポンでもた専門家でもありますで、この三浦先生はこれ今申し上げました二人の方つまり林と大原についての講演をお願いいたしますどうぞ丸川さんどうもご紹介ありがとうございます東京大学の三浦ですではパワーポイントをお願いできますか 極東の島国日本に優れたフランス近代絵画が多数所蔵されていることはフランスでは専門家以外にはほとんど知られていないでしょう。まさか欧米から遠く離れたこの日本に印象派やポスト印象派の充実したコレクションが存在するとは思いもよらないからです。しかしながら少なからぬ数の日本の美術館がフランス近代絵画を所蔵し 相当数の作品が展示されているのはもっと知られるに値すると私は思いますそれでは日本のフランス近代改革コレクションはどのようにして出来上がったのでしょうか歴史を遡れば日本が大きな経済発展を遂げた19世紀末から20世紀前半にいち早く画商の林忠さ実業家の大原孫三郎や松方浩次郎らが 欧米のコレクターたちと肩を並べるコレクションを作り上げたのです。私の発表では特に林忠正と大原孫三郎についてお話しいたします。1890年代まで日本には西洋絵画のコレクターと呼ばれるほど人物コレクションとコレクションと呼ばれるほどの作品は存在しませんでした。しかしながら同時期のパリにはフランス近代絵画を収集する戦的な日本人コレクターがいたのです。 日本美術を扱う画商としてパリで活躍していた林忠政に他なりません現在の富山県高岡市で生まれた林は東京でフランス語を学び同意機などを製造輸出していた起立交渉会社に入社して1878年のパリ万国博覧会に同社の通訳としてフランスへ渡りました万国博覧会終了後林はパリにとどまり 陶磁器や浮世絵版画など、日本の美術工芸品を商う店を開いたのです。当時パリでは、千八百六十七年の万国博覧会の頃から流行していたジャポニスムが。熱狂の頂点に達していました。林は日本美術を扱う画商として、また日本美術の紹介者として。エドモンドゴンクールなど、フランスの文学者や芸術家。批評家や実業家など、多くのジャポニザン、日本美術最高家たちと交流したのです。 1883年に刊行されたルイ・ゴンスの日本美術の執筆を助けたのは林でありそのお礼としてポール・ルヌワールの版画をもらっているのでこの頃から林の西洋美術コレクションが始まったと推測されますその後林はエイリザシパリイルストレ1886年5月号の日本特集に母国を紹介する多くの文章を寄稿し信仰のあった文学者エドモンド・ゴンクールが ウダーマロー1891年北斎1896年といった著作を執筆する時にも助力を惜ししみませんでした1900年のパリ万国博覧会に日本が参加したときには日本政府の事務官長という大役を務め日本美術の展示を成功させ仏文の「イストワールド・ラフ・というジャポン」の出版にも力を尽くしました。 このように林は、パリのジャポニスムの流行と進化に大きな役割を果たしたのです。林が交流した者たちの中には、印象派の画家たちも含まれていました。モネ、ドガ、ピサロレらの作品と手持ちの日本の美術品を交換したことが伝えられているので、印象派のジャポニスムに一役買うとともに、彼らと付き合うことで林の中にフランス近代絵画、特に 印象派への興味が芽生えたことは想像に難くありません1880年代から始まった林の西洋絵画収集は1890年頃から積極的になり死後の売り立て目録や残された作品から判断して約600点の西洋の絵画版画素描などを収集したと推定されていますただし大量の版画と素描を含むことも認めなければなりません 林は画家としてはコロを好んだと言われておりビル,ビルダブレこれはアーティゾン美術館がご所蔵の作品ですけれどもなどを所有しておりましたそのコレクションにはバルビゾン派ジェロームのオリエンタリスム絵画なども含まれていましたが印象派の絵画も中核の一つでしたマネードガそれから日本でニケあるいはピサロシスレー ルノワールさらにはベルゾーマンメアリー・カサットなど印象派関係だけで相当数の作品を所有したことが判明していますまた日本美術愛好家で信仰なった外交派アカデミズムの画家アファイル・コランの有品を数点所蔵していたことも付け加えておきますただし林の西洋絵画コレクションは日本に送られて展覧会に 一部がが出品されれててははいいるのでですが日本で広く知られていたとは言えませんそれはジャポニスンが流行する19世紀末のパリにいた美術画商で印象派の画家たちとも知り合いであったという特殊な条件ゆえに作り上げることができた例外的なコレクションにほかならないのです。さて1905年に日本に帰国した林田,田政は 東京小壁町の広い洋館を買い取りその内部を西洋絵画で飾りましたそれについては林の親族林の長男の妻のなんですけれどもその証言がありますちょっと引用します大きな洋館の2階にはたくさんの絵画や美術品美術品の倉庫に当てられていました絵画には広い3室があり 松の生前通りコローの間にはコローの油絵3点クールベなど赤い間にはビダールのパステルシャバンヌマネドラクラギオーマンなどの作品が一役飾られていました。とのことで林のの洋館館は一種の邸宅美術館だったようです。林は自ら作り上げたコレクションをもとに日本最初の近代西洋美術館を創設する夢を抱いていましたが。 年に病没したたためその夢は果せせませんでしたそのコレクションの一部は日本で売却されたり東京国立博物館に寄贈されたりしましたが印象派や自然主義絵画を中核とする163点の作品は1913年1月7日8日にニューヨークのアメリカン・アート・アソシエーションで 競売に付されアメリカを中心に散逸してしまいました結局日本最初の西洋美術館設立は1930年の大原美術館開館まで待たなければなりませんがいかに林に先見の明があったのかが理解されるでしょうさて日本においてフランスを中心とする西洋近代絵画の収集が活発化するのは 1910年代から1920年代にかけての時期で特に第一次世界大戦が終結する1918年から関東大震災に見舞われる1923年の間に前代未聞の盛り上がりを見せました。その背景には日清戦争1894年95年日露戦争1904年5年 の勝利によって世界の表舞台に登場した日本が自国が戦場とならなかった第一次世界大戦中も特殊景気に沸き経済力を着実に伸ばしていたという事実があります金融造船業繊維産業などの発展は大きな財力のある富裕層を生み出し円高の為替レートの恩恵も受けてそれまで手の届かなかった西洋海軍を購入し コレクションを作るだけの経済基盤が整うことになったのです。この時点ではまだ価格が高騰していなかった印象をはじめ,はじめとするフランス近代絵画は日本の新興ブルジョワジーにとっても魅力的な収集対象となりました。この時代を代表する二人の者が川崎造船所社長の松方幸次郎と。 倉敷宝石会社社長の大原孫三郎です松方コレクションと大原コレクションこそは日本で実業家が作り上げたフランス近代絵画の最初の本格的なコレクションであり現在東京の国立西洋美術館と倉敷の大原美術館のコレクションの根幹をなしているのですこの後神川めぐみさんが松方コレクションについて発表されますので私は大原コレクションに焦点を当ててお話ししたいと思います 増スと同時期のコレクターである大原孫三郎は岡山県の倉敷で宝石業と営む実業家でした岡山古寺院の創設者石井十二の影響を受けてカトリックに改修した大原は富の社会還元を強く意識して数多くの慈善事業社会事業を起こしました西洋美術コレクションを作り上げ後に大原美術館を設立したこともまたその一環であったとみなされます きっかけは大原の経済支援しヨーロッパに油彩画を学びに行くのを援助した画家1908年から1912年までフランスベルギーに留学した小島はヘントの美術アカデミーで印象派・新印象派の絵画様式を吸収して自らの絵画世界を築き上げます。と同時に ヨーロッパ滞在中に西洋絵画を日本の画家たちにぜひ見せたいという思いが募った小島は留学から帰国するときに大原に頼んでエドモン・ンアマンジャのの紙を購入させてもらったのです1913年にはやはり大原の支援を受けて突出した別の洋画家三谷国志郎がルノアールを訪ねて制作を直接依頼し 1914年にこの泉による女を獲得することに成功していますこれはルノアルの晩年の唯一だと思います数年後1919年から21年1922年から23年の2度にわって党をすることになった小島寅次郎は西洋絵画の収集を大原に熱心に解き大原も公共性 社会貢献の観点から小島の考えに賛同し現地での収集を一にすることになります小島はアマン・ジャンの助言と協力を得てフランス近代絵画を中心に情熱を傾けて作品を購入し質の高いコレクションを作る作り上げるのに尽力したのですその結果倉敷に招来された100点余りの西洋絵画の中には印象派 ポスト印象派ナビファフォービズムなどの優れた作品が含まれており1920年に小島がモネからこれを直接購入した「スイレ蓮」をはじめ、まあ、この「レ蓮」は日本でモネがスイレ蓮の画家というイメージを作り上げるのに貢献した代表的な作品といえると思います。それからゴーゲンの「かぐわしき大地」これはタヒティ時代のゴーゲンの傑作の一つと言っていいでしょうか。 それからママチス作マティス作の肖像これはちょっとエピソードが残っておりましてマチスの娘さんが大変この作品を気に入っていったんだけれども熱心に小島が購入したいということなので譲り受けたというですねそういう作品です。と同時にマツカトコレクションと同じく象徴主義や資然主義など当時の多様な傾向を示す作品も数多く購入され特に「 小島もやった国民美術協会に関係する画家たちの作品まあ例えば左側の p v スのシャバンドなどですがそういった作品も多く含まれていましたまた右側のボナールのランの猫のようにナビ派の遊品が目立つのも大原コレクションの特徴ですさらにはフランスのみならず同時代のベルギースイスイタリアの画家たちの作品も入っており その意味ではパリを中心とする当時のヨーロッパ絵画の傾向が幅広く反映されたコレクションとも言えるでしょう小島が収集した作品をもとに1921年1922年とプラシキで開催した展覧会は大きな反響を呼び大原は作品収集にさらに力を入れるとともに美術館建設の意思を固めていきます 日本最初の西洋美術館である大原美術館であるのは小島寅次郎の死の翌年にあたる1930年でしたニューヨークの近代美術館の創設が1929年であることを思い起こすならば大原の英断は大きな評価に値するでしょう林忠政や松方幸次郎が果たせなかった西洋美術館建設の夢をついに大原が叶えたことにもなります その後大原美術館は新たにモネセザンヌピサロなど印象派ポスト印象派の作品やピカソフォートリエポロックなど現代絵画さらには日本近代美術をも加えてコレクションを充実させ今日に至っています。大原美術館こそは 日本で第二次世界大戦以前に作られた西洋絵画コレクションの中で現在までほぼそのままの形で存続していると言えるのです。ごご清聴どううもありがとうございいましたはい 三浦先生ありがとうございます。この最初の講演ありがとうございました。非常にですねこの情報の豊かな講演でございました。まあ、2つのテーマを中心とした講演でありましたまず林忠正さんの姿ということ非常にですねこのようにフランスと日本との間で19世紀の支援にこのように非常にこの橋渡しをした人物ですね。そしてで私ともと言いましたはですねその1823年頃の日本文化のフランスへの紹介者ということでお伝されております。 そしてもう一人が偉大なコレクターでありまして、そしてまたこの。その彼自身がその大きな美術館を作りたいとして、コレクションをしたっていうことがあります。この彼がこう考えていた美術館というのには、実はですね、自分の家でか、ね中に。コロ頃の間というのがあったわけですね。それが非常に面白いことだと思います。まあ後からお話をしますけれども。その時にすでにですね。まあ要するにこの芸術家とか、それからまた作家など、日本の人たち、例えば。富田とトムか、なんだか言っておりますけれども。 例えばですね、えその千八百九年年のテキストにおきまして、コロ老についての文章があります。と申し上げたいのは、林についてなんですけれども、林がその人間的な面ですね。つまり、このフランスの芸術家たちと非常にお付き合いがあったということはあります。もちろんですね、まあ、その日本、そしてまたこの、その日本のものを追って、そしてまたフランスと海外を受かって、自分のその美術館を作ろうというふうに考えていたわけであります。それに関しましては、その大原も同じであります。大原は。 それはむしろですね仲介者を通ってですねそから要するに小島というご画家を通してそのコレクションをいたしますでもちろんのこと非常にこの有名な作品ですねこの印象派の作品などがこのコレクションの中に入っておりますしかしこの数を考えてみますと実は一番大きいのはですねまあここで名前を出わせません,んだけどポール・ルノワールなんですねそれはルノワールなんですけどポール・ルノワールなんです。ですから画家としてはちょっと今忘れられている画家なんです。なぜか とといますと要するにですね,要するにですねこのロンドンやパリの,この19世紀末のイラストレーターといたしまして林は大変興味を持ちました200以上の版画やまたデザインをこのポール・ルドワのものを買いましてそして現在の その国立美術館にこのように寄贈いたしました条件としてこの要するにしていますまず最初のことでありますけどどうしてこのような国立美術館は当時どうしてどうしてこのようなこのコレクションを作るのに第一線にいなかったかということこれが第一の疑問であります。 林が言っていますけども、これはですね、ある展覧会のカタログで、このルノワール州のルノワールの展覧会の時に彼は言っています。つまり言った、私はですね、このフランスの芸術の簡単であること、それからまた新しいこの日本の新しい美術学校を作りたいから、このような自分の美術館を作りたいんだということを語る中で言っております。で、このコレクションっていうのが実際にやるとして、単なるですね、その日本の一般大衆に西洋絵画を 紹介するだけではなくて、そうではなくて、若い方ちに新しい考えをわき起こすために、そういう美術館を作りたいということを言ってたわけなんです。それもですね。後ほどのディスカッションの時にお話をいたしましょう。一言申し上げたことがあります。三浦先生にとっては当然でありますけど、実は大原美術館というのはですね。ま皆さんご存知ない方にも申し上げますけど、実は大都市と京都とか大阪とか東京の大都市にあるんでないんです。倉敷という町す。あります。倉敷という町はですね。この地方としてありまして、これも非常に重要。な点 ですね。しかもその1930年にこの岡山の近いところの京町木という町にあるってこと、これを特あの特筆するわけであります。それでは次にですね、二つあの二人目の講演者にご紹介いたします。神川岡さんであります。神川岡さんはえー、その国立西洋美術館主任芸学芸員であります。東京にある美術館であります。神川岡さんは今この西洋美術館のこの中中核となるマスカタコレクションについてお話を。 がいます。まああのジンガオカさんはリオン第二大学で美術史を研究なさいました。そしてまた非常に有名なああ書物ありますね。その画画賞そしてそう19世紀のフランスにきます19世紀ののと言いますとシクローデルその賞を取ったってことがあります。そしてまたこれは実はでこれはですねその前に私はその美術会館のやや先にこの お、ご存知ました。お、お願いいたします。はい、マルケ先生、ご紹介どうもありがとうございました。国立西洋美術館の陣組です。三浦先生の発表続きまして、今日は。私どもの美術館の設立の基礎となった。松方コレクションについて、ご紹介いたします。それでは、パワーポイントをお願いいたします。 松方コレクションとは、えー、神戸の川崎造船所の社長松方二郎が築いた20世紀初頭の大コレクションです。かつてはヨーロッパ各地で買い集められた3,000点を超える施術品および、えー、パリの宝石商アンリ・ベベールから買い戻された約8,000点の浮世絵から構成されていました。 1916年頃から10年ほどの間に一気に作られたこのコレクションはしかし1920年代の末以降散逸していきましたこの点が大幅コレクションとの大きな違いですしかしながらその散逸が日本の市場に大量の西洋美術品をもたらしたことそして講述するように 一部は後に国立西洋美術館の設立につながったということを考えれば日本の西洋美術需要の歴史に松方コレクションは間違いなく大きなインパクトを残していますまた現在世界の美術館を飾るマスターピースの中にも画像作品を見ることができます 松方コレクションの時代背景の一つには、第一次世界大戦による世界的な船舶需要の急増という状況があります。松方はこれにいち早く目をつけた経営によって莫大な利益を上げ、美術品収集の資金につなげます。しかし、その収集は個人的な趣味ではなく、日本人が西洋の芸術や文化、考え方を理解し学ぶ場として。 公共の美術館を作ることを目的としました。松方浩次郎は、明治政府の重鎮であった松方正義を父として生まれ、政財界の中枢を占める家族や友人に囲まれて育ち、彼自身が名門イェール大学への留学経験を持ちます。彼にとっては、近代成長の途上にあった日本へ貢献することは、 当然の社会的な義務であったのかもしれません。美術館の設立は、当時の日本の文化人たちの大きな夢の一つでした。松方コレクションのインベントリーは知られていませんが、西洋美術品については、近年国立西洋美術館はこれまでの調査を踏まえて作品カタログを編纂しました。 これに基づけば作品の総数は3,000点を超え内容は西洋の美術全体を見渡すことを目指しているために多岐に渡りますジャンルは絵画と版画を中心に素描や彫刻装飾芸術品まで地域はフランスと領域を中心にドイツやオランダ北欧までを含み時代は19世紀から20世紀初頭を中心に 数の上ではロンドンにおける収集の助言者とされているイギリス人画家フランク・ブラングイの作品が700点を超える多さであり版画の数を押し上げていることも確かですが短期間に個人が作り上げたコレクションとしては驚くべき規模といえます。 続いては、当時のイギリスを代表する芸術家の一人であった彼に松方は大きな信頼を寄せ建築予定のの美術館のデザインを依頼しています。凶楽美術館と呼ばれたこの美術館には絵画や彫刻のみならず装飾芸術品のための別館も用意されており総合的な美術館が目指されていました。 このの美術館計画の検討には松方に日本近代洋画の父」と称される黒田清照や白樺派の美学者柳宗悦イギリス人陶芸家バーナード・リーチらも参加していたことが知られています。松片は ヨーロッパ滞在中は自らが作品の購入をしていますが多岐にわたる作品を短期間に収集するには現地のの協力者の存在が不可欠でしたロンドンにおけるブランギンのようにパリではリュクサンブール美術館の館長でロダン美術館の学芸員であったレオンス・ベネディットがその収集を助けています。 松方は、ベネディットを通じて地獄の門をはじめとする重要なロ,ロダン作品のブロンズ鋳造を多数入手したばかりではなく、ロダン・パリを中心に購入された作品群の保管場所ともなりました。近年では、フランスの建築文化財メディアテイクに、このロダン美術館で保管されていた時代に、 松方コレクションの作品群を撮影した大量のガラス乾板が。収蔵されているということもわかりました。これらの画像のおかげで、現在の所在が判明した作品や。破損する前の状態が分かったという作品もあります。一方、松方コレクションの形成には日本人もさまざまな形で関わっています。 特に作品の選択においては、当時ヨーロッパに滞在していた日本人たちも重要な役割を果たしています。確かにブラングインやベネディットは、のイギリスやフランスの作家たちの作品購入において重要な仲介者となりました。しかし、当時日本の若い芸術家たちが強く憧れていたのは、印象派やポスト印象派の画家たちでした。 美術史研究者の八代幸男、フランス文学研究者の成瀬誠一あるいは学家の土田爆戦や黒田重太郎らヨーロッパに留学していた日本人研究者や芸術家たちが松方の作品購入に同行し彼の目を新たな方向へ向けさせようと努力した様子が彼らの日記や回想録に書き残されてもいます。 さらに、特に1921年の秋ごろに松方はパリのベルネーム・ジュヌやローザンベールデュラン・ルエルなどの一流画廊でゴーガンやゴッホなど多数の重要な近代絵画を購入していますがこの画廊巡りには画家の和田栄作や橋本関節朝日新聞の坂崎静かなども加わりました。 えまた当時のパリには夏方の名医の黒木武子とその夫で国際金融を学ぶために留学していた黒木ンジがいました黒木夫妻はクロードモネとの交流で知られる美術学校家ですメディットを通じてモネの作品を買おうとしていた松方に対して黒木ンジはモネのアトリエを訪ねたばかりの画家の小島寅次郎や 斉藤豊作をつないでもいます島は先ほど三浦先生のご発表にあった大原孫三郎のための収集のためにパリに滞在していました第一次世界大戦後円高の恩恵も受けてパリには多数の日本人が滞在しておりピークとなる1920年代の後半には その数は実に800人を超えたと言われます。当時、パリの日本人社会のネットワークの中で、さまざまな情報が交換されていたことが想像されます。しかし、世界的な軍縮の流れの中で、川崎造船所は次第に経営状況が悪化し、 1927年の昭和金融恐慌が決定だとなって破綻に至ります松方の美術館計画は頓挫しコレクションの三逸も始まりました松方コレクションの一つの特徴はこの三逸の過程の複雑さにありますヨーロッパで購入された作品群のうち 約半数はすでに日本へ送られていますしかし保管先の不足や贅沢品に100%の関税をかける法律の成立といった状況から残りはロンドンとパリにとどめられていました三つの国に保管先が分かれた作品群はそれぞれ運命が大きく異なっていきます まず日本到着グループのほとんどは1920年代末以降競売にかけられて絵画市場へ放出されましたただし浮世絵コレクションについては皇室への献上を経て現在は東京国立博物館が所蔵しています次に 半分近くをブラングイの作品が占めていたロンドン保管グループは1939年に倉庫火災で消失しましたなおこの作品群の正確な内訳が判明したのはごく最近のことです一方フランスの近代美術を主とするパリ保管グループは その一部が売却されていますがほとんどが第二次世界大戦期にフランス政府によって接収されましたこれらは戦後ゴッホやゴーガン・ピカソなど一部の重要作品を除いてモネやロダンなどを中心とする370本へ変換されました その受けたらとなるために、1959年に東京に設立されたのが西洋美術館です。この時に松方はこの世を去っていました。2019年に国立西洋美術館では開館60周年を記念して松方コレクション展を開催しました。 この展覧会は国内外に散らばっている松方久造の作品が一堂に会する機会となりパリのオルセー美術館や国立近代美術館またここアーティズム美術館からもマネの自画像などをお借りして展示することが叶いましたまた長く所在をつかめずにいたモネの柳の繁栄や マネの嵐の海など重要な進出の作品やロンドンやパリで保管されていた時代の進出の資料なども併せて展示し時代の荒波に翻弄されてきた松方コレクションの歴史をたどりつつ往年の姿の再現を目指しました松方コレクションには実はいまだに所在がわからない作品があります。 今後もさらに新しい発見が待っていることを期待しつつこの発表を終わりますご清聴ありがとうございましたえ、神賀岡さんありがとうございます松方コレクションについての発表でありました非常にこれは複雑なコレクションなんですよねというのは たった要するにこのコレクションができてから1世紀後にやっとこのコレクションの全体についてまあ要るある意味ではその全体的なカタログというのができたわけですね。2018年に出たわけであります。ですが確かに東京の国立西洋美術館におきましては実はコレクション全体の10%しか収蔵しておりません。 コレクションで本当に素晴らしいものありますけども、実はですね、この新たなそのこの美術館を作るってことにつきましてはあのこうあまりお話になりませんでしたけども、この彼が考えてた美術館というのは1920年に考えていた美術館、京楽美術館というプロジェクトがあったわけですね。京楽であります。つまりですね、本当にですねこの喜びを共有するという名前の美術がありまして、本当にこの喜びというテーマはこの現在。 このフェスティバルのテーマでもありますから本当に非常に素晴らしい名前だと思います。つまりこの喜びを共有するという考えそしてまたこの美術作品を一緒に発見していこうという非常にいい名前の美術館であります。この美術館に関しましまては まあ実際にいます図面しかないわけでありますけども実はねフランク・パンンランクプラングウィンのでありますまあこの彼もちょっと忘れられた方でありますけども実はこのプラングウィンは,はこのマスカタのコレクションの形成には随分手伝いをいたしましたそしてまたあのそしてまたその彼自身もンのまああのビングなど教えてもらって日本美術を非常に関心を持っておりましたですからまたアール・ヌーボーのパビリオンの 要するにですね1900年の,その万博の時にそ,れにそれに参加をしたというふうな話であります。でいろんな人が例えば画家が描がれていました伊作が和田伊作があります自然からまた八代幸男などが参加をしたわけであります。 つまり日本芸術に対するまたこの浮世絵に対する関心というものがあったわけであります。でマスカタというのはですねそれがこうそれに気づいてで実はですねあ一番素晴らしいコレクションはヨーロッパにあるんだということを分かってマスカタはヨーロッパで日本のその浮世絵を買います。特にアンリ・ヴベヴェルのものでありますね。でその部分的には。 その千九百十八年に買うわけであります。これはですね、それ、をしかも、その、あ、その天皇陛下に、その差し上げるわけであります。ですから、本当にですね、それ、重要なことであります。このように。 非常にですねこの人気のあるものがあ,ありますからこれだけの無給の,のコレクションを天皇が持つことがなかったわけですからそれは素晴らしいことだということになります。ということで非常にこの時間がどんどん経ってしまいますのでそこで,ですねこの3人目の講演者の方にお願いしたいと思います。 さんも、フランス海岸の専門家であります。まあ、三人ともですね。まあ、実はで、フランス語、三、人とも、本当に、あの、もう、素晴らしいフランス、本当に、あの、フランス語。もう、本当に、ベラベラなんですけども、まあ、あの、日本語で、講演なさっております。えー、その、小泉さんは、今度、フランスにおきます、コレクションの声形成、また、日本におきます、コレクションの完成であります。つまり、このニュースでの、さまざまな交流について、研究していらっしゃいます。で、えー、この、これ。 のフランス海岸の日本におけるコレクションについて特にゴーギャンとナビ派の海岸についてお話をいただきます要するにこの日本日本美術館におきます日本全体の美術館についてお話をいただきますお願いします一橋大学の小泉です三浦先生神賀岡さんに続いて私の発表では19世紀後半から10世紀前半にかけて活動した オルゴーガン、ナビ派を主に取り上げながら日本各地の美術館とそこに所蔵された作品を外観しますその上で日本には東京や大阪などの大都市だけでなく地方都市においてもフランス美術に触れる環境が整備されている状況をお伝えしたいと思いますではスライドお願いします 日本の美術館に所蔵されたフランス近代美術の作品はしばしばヨーロッパの展覧会に出品されていますここではいくつかの事例を展覧会の展示風景とともに紹介しますスライドでは2017年から2019年にかけてフランスとイギリスで開催された3つの展覧会を取り上げています ディール美術館で2017年に開催されたジャン・フランソワ・ミレーの展覧会には山梨県立美術館から「落ち穂広い夏」と題した作品が出品されました。これは縦長の商品ですが落ち穂広いのテーマを描いた早い作例の一つです。 オルセイ美術館に所蔵されている落ち穂拾いは1857年に制作されたものでこちらのちぼひろい夏は4年早く描かれました山梨県立美術館は東京から2時間半の距離にある美術館で油彩画12点に加えてパステル素描版画など計70点の未練の作品を所蔵しています。 そして2019年にオルセイ美術館で開催された展覧会「オペラ座のドガ」には東京の国立西洋美術館が2016年に購入したドガの油彩画1点が出品されました同時期にロンドンのナショナルギャラリーで開催された展覧会「ゴーガンの肖像画」にはポーラ美術館から異国のエヴァさらに 国立西洋美術館からポーランド人画家をゴーガンが描いた肖像画計2点が出品されましたこのようにヨーロッパ開催される展覧会に日本の美術館から作品が出品される事例は珍しくありません。さんも日本の美術館の所蔵作品をフランス国内の展覧会で目にした可能性はあるのです。 それでは、日本の美術館にはどのようなポール・ゴガンの作品が所蔵されているのでしょうか。ここにあるのは日本の地図ですが日本には47の都道府県がありゴガンの作品を所蔵する「都」及び県は全部で10を数えます。背景を黄色で塗った箇所には 作品の所蔵が確認できることを示しています次のスライドで具体的な作例を見ていきます最初に東京都とその近隣の神奈川県の状況を確認します東京都にある5つの美術館具体的には国立西洋美術館東京国立近代美術館 アーティゾン美術館ソンポ美術館東京富士美術館そして神奈川県にある横浜美術館ポーラ美術館にゴーガンの作品が所蔵されていますそれぞれの美術館が所蔵しているゴーガンの作品をお見せしています ただし、スペースの関係で全てを載せてはいません。特に版画は点数が多いため、一部のみとなっています。ポーラ美術館は、先ほど言及した異国のエヴァを含めて、ゴーガンのブルターニュ時代、タヒジ時代の作品が収蔵されています。アーティゾン美術館と国立西洋美術館に収蔵されている遺画は、その作品が中心となっています。 扇の形をした国立西洋美術館の2点の水彩画は、マルティニク諸島で1887年に描かれた貴重な作例です。また、スソンポ美術館の作品は、南仏のアルルにある墓地レザリス館をファンゴホとともに描いた時の油彩画です。このように考えると、 ここにお見せした作品だけで世界各地を旅したゴーガンの作品をたどれることになります日本全体に目を転じるとこれらの美術館にゴーガンの作品は所蔵されていますそれぞれの美術館の特徴や歴史をご説明したいところですが ここではゴーガの作品が日本各地に所蔵されている様子をお見せするだけにとどめます。先のスライドと合わせて、日本全国の美術館には油彩画、水彩画、パステル、彫刻をすべて合わせると約三十点のゴーガの作品が所蔵されています。日本の美術館に所蔵されたこれらの作品は。 印象派や印象派のモネやルノワールに比べると決して数は多くありませんしかしヨーロッパから離れた日本という場所を考えると驚,るべ驚く多様性を備えています印象派の時代からブルターニュを経てマルチニック・タヒチへと至る人生の遍歴をたどれるとともに油彩画・パステル・版画・彫刻など さまざまな媒体を駆使した創造性の奇跡が。ここの作品に刻まれています。続いてナビ派に話題を移します。その中でもピエールボナールの作品を取り上げます。この地図が示すように。四十七都道府県のうち。十九の都道府県にある美術館でボナールの作品が所蔵されています。 北は北海道、南は鹿児島というように全国に広がる様子がお分かりいただけると思います。日本の美術館が所蔵しているボナールの作品は、版画や素描を除いて約五十点に上ります。左下にある池田二十世紀美術館の大洪水の跡、これは縦二百五十センチ、横四百五十センチの大作です。 開催されたボナールの展覧会にも出品されました国立美術館は日本の中でも拠点となるコレクションを有していますが美術や工芸に関わる国立の美術館は日本に六つありますその中でも日本の国立西洋美術館は二千二十年の時点で 6,000点を超える作品を所蔵しています日本におけるポール・ゴーガン・ナビ派の需要を考えるとき倉敷にある大原美術館は重要な役割を果たしてきました1930年に大原美術館を設立しています うんうん、1922年に購入した「かぐわしき大地」はそしてこれは国立西洋美術館が所蔵する旧松方コレクションの作品と並んで日本に持ち込まれた最初期の合腕作品の一点となります。 ボナールのランの猫も1921年に購入したことが判明しており本作は日本人が最初期に購入したボナール作品となっています今私が発表している会場は東京駅の近くにあるアーティゾン美術館ですかつてブリストン美術館と呼ばれた美術館は戦後間もない 1952年にこの誕生し2015年に閉館した後2020年にアーチゾン美術館として生まれ変わりましたその歴史を振り返るとこれまでに2回パリで大規模なコレクション展覧会が開催されました2017年のオラジー美術館で開催された展覧会は 記憶に残っている方も多いと思いますさてここまで話をしてきて日本美術館の状況について疑問を持った方です日本にはどのくらいの数の美術館があるのでしょうか日本の文部科学省は3年に一度社会教育調査を実施していますそれによると 2018年の時点で日本には5,738館の美術館がありそのうち19%各地の美術館は設置や運営の母体から国立美術館公立美術館私立美術館に分類できます。先に紹介した 大原美術館アーチゾン美術館は現在それぞれ公益財団法人が運営していますがカテゴリーとしては自立美術館に属しますこの中で公立美術館あるいは県立美術館については残念ながら海外ではよく知られていないかもしれません 先ほどゴーガンの作品を所蔵する日本各地の美術館をお見せしました。そのうち6つの美術館は県立美術館でその意味では、日本にあるフランス近代美術のコレクションを考えるとき、大原美術館、アーティゾン美術館、ポーラ美術館などのよく知られた私立のコレクション、あるいは国立西洋美術館のコレクションを見るだけでは十分ないのです。 47の都道府県のほぼ全てに、えー、都道府県立の美術館はあり中には2つ以上の美術館を有するところもあります全ての美術館にフランス美術の作品が所蔵しているわけではされているわけではありませんが展覧会の開催などを通して海外の美術に接する機会は日本全国に広がっています時間の関係で 名古屋が象徴主義に関する作品を所蔵している美術館として岐阜と新潟の二つの県を取り上げます新潟県立近代美術館はナビフの作品が充実していますポール・ランソンの収穫する七人の女性は 最近フランスで開催される展覧会出品要請があったと伺っていますが飛行機の輸送に伴うダメージを考慮して残念ながら貸し出しを見送りましたその意味ではこれは現在日本でしか見られない作品ということになるでしょう岐阜県美術館が所蔵するエミール・ベルナールのポンタベンの市場は 2003年にパリのリュクサンブル美術館で開催された展覧会ポンタヴェント・ゴーガンの冒険に出品されその作品のイメージはポスター展覧会カタログの表紙に使われました岐県美術館はオディロン・ルドーンの重要なコレクションを所蔵していますその内訳は油彩画とパステル19点 デッサンと油彩が29点、版が210点となり、全体で計268点に及びます。そのコレクションは、ルドン供給の分野では知られていますが、フランス国内でどのように伝えられているのかは分かりません。しかし、日本国内の国立美術館には、実のところ思いがけない作品が所蔵されているのです。 私の発表ではポルゴ館・ゴーカンピエーの作品を中心に日本各地の美術館のコレクションを紹介した上で日本にはをを超えるる美術館が存在する状況をご説明しましまた20世紀前半に始まったフランス近代美術の収集は20世紀後半に入って日本各地に美術館が次々に開館しコレクションは大きく 拡充されて現在に至ります今は新型コロナウイルスの影響により美術館の活動は部分的に制限されていますが所蔵作品・展覧会を通してフランス美術に入れる機会は日本全国に広がっています日本の美術館にあるフランス近代美術のコレクションはもちろんオルセイ美術館のコレクションとは異なります しかし日本にあるコレクションも美術の歴史を形作る一つのようがあることは違いありません。美術の歴史を形作るそのコレクションこれを世界に対してより積極的に発信する必要はありますが世界の皆さんにも 日本の美術館とその所蔵作品に関心を持ってもらいたいと思います。世界によれば、美術の愛好家がフランス美術を見るために日本を訪れるという旅の形もあり得るのです。ご静聴ありがとうございました。Merci, 小泉さん、ありがとうございます。そう、最後の言葉がですね、実は願いが叶えられることを祈っております。日本にまた行きたいと思います。本当、たくさんの人が日本に行きたいと思っているんです。今のところはちょっとなかなかできないわけなんですよ。ですから、多分、まあ、あの五輪があの後にですね、日本の地方にある、その美術館を訪れたことが外国人の私たちのいろんなお金が言ったでしょう。非常にです。また、豊かな内容の発表でありました。 本当にそうですね。この日本のちょっとあちこちにある美術館にある日本フランス絵画のマッピングというものがありました。本当にこの豊かなコレクションがあるところでありました。もちろんその大きな美術館それからまた民間の戦前からあるような美術館もそうでありますけど、特に戦後そう1980年代からすべてのその日本の地方がそのフランス絵画が欲しいと思いまして、それそれで非常にこのたくさんのの美術館ができました。 それからまた私立美術館もできたわけであります。 まあそういうふうなことで、ネットワークというか本当にですねこの全国あちこちにこの美術館があるわけであります。まあそれでまたこのコレクションがあちこちにこう参入しているっていうこともあるんですね。初めて日本にいた時にはですね、そのまあ日本芸術ですめ日本のその明治時代のののその芸術を見てみたいと思いまして日本に行ったんですけれどもそこのとこですね、いろんな地方のいろんな美術館に行ったわけでありまして本当にそのもうマイクロミュージマイクロミュージアムと。 いうか本当に小さな小さなあの,のみんな形大サイズの美術館がいっぱいありましたですから非常に私の,その体験としては非常にこの珍しいものでありまして興味深い体験でありましたで小泉先生は特に2つのアーティストですねゴーギャンとボナールについて特にお話をしてくださいましたでどうしてこのようにゴーギャンについて日本人の方はこれだけ関心があるのかどうしてボナールなのかってことですね ケネオンがラの,のことを日本人的な日本的なナビだというふうなことを形、OK、容しています。どうしてこの,こ,のこの画家たちが日本は好きで他の画家はどうして感謝を持たないのかということでそういうテーマで議論したいと思いますけど何時まであるんですか大丈夫ですかあと10分とか15分は大丈夫ですよねいいんですよね本当に。ではですねあの会場からの質問を受け付ける前に。 えこの今日の3人の講演者の方々に質問したいと思います。皆さんはですね、このコレクションのあのカイフランス会館のコレクションの形成、そしてまた西洋美術美術館を作るっていうことを言いました。まずですね、このようなこの性格といたしましたのその当時の特筆し性格ありますね。そのコレクションの性格ってことにつきましてもそのような背景があるわけであわけであります。どうして説明できますか。どうしてこれだけいくつかのこの方向性があるわけですね。特にこの日本人のこの 印象派に対する非常にこの関心からまたポストインプですから後期印象派に対する関心バルビゾン派に対する日本人の関心っていうか思考ですねそれからまた他の傾向の絵画もあるわけですよね例えばそのロ,ーマ,ンローマンチック派だとかいろほにもフランス絵画あるのにそれはあまり日本の美術館ではないわけですねですからまずこのようなこの好みのこのようなこの思考の歴史ということであります。 どどううううしししててここのようななとにつきましてどうなんでしょうかそれではですねまず三浦さんから人がお母さんそして小泉さんにその他のお方にですね、えー、その皆様方の分析をおっしゃってくださいこのテーマについてまず三浦さんからどうぞ。はい、えー、とじゃあ私の方からまずお答えしたいと思うんですけれどもあのなぜ日本でこれほどフランス近代絵画 あ印象派などがまあ人気がある、これだけコレクションがあるのかということなんですけれども、まず印象派ポスト印象派で急で人気があるという前提があると思うんです。うん、日本だけでなくて世界中の人々に人気があるということはまず認めなくちゃいけない。その上でじゃあなぜ人気があるかといえば分かりやすく親しみやすいからということは一つあると思います。でも特に日本でなぜかということに関して理由があると私は思っています。あの一つはですね。 やっぱり明治以代日本には西洋の文化芸術に対する特にフランスの美術に対するです、ね、憧れがあったということが私はなんか歴史的な背景としては大前提ではないかと思うんですね。やっぱり西洋絵画に対すするる憧れがが共有していいいたととう前提があると思いますねそれからその上でやっぱり印象派の作品というのは特に私はモネが典型的だと思うんですけれども自然のさまざまな表現をしています。 であの移り変わる自然をですね、えーまあ、ビビッドなタッチで捉えて何かこう季節感とかあるいは天候とか時間とかそういった要素を加味しながらモネはこう表現するわけですけれどもどこか季節とか時間の移り変わり日本人の美意識を象徴するものが印象派の絵画の中にはやはりあるのではないかというふうに思うんですね。あのそう そういったもともと日本人のこう自然観とか、えー、美的な感覚とすごく共鳴しやすい部分が特に印象派を中心とした19世紀後半のフランス海外にはあるというのがやっぱり一つの理由かなそしてそのこと,とも関連するんですけどもしかしたらジャポニスムというファクターも重要かもしれません。つまり印印象派ポスト印象の画家たちは すすででに日本美術の影響をあるる程度受けてるんですね浮世絵版画をはじめるとして日本美術の影響を受けているがゆえに我々日本人はそこはかとなくそういったジャポニストの部分を印象派ポスト印象派の画家たちの作品に感じるんじゃないかそういった意味において世界の他の国よりも日本の方がもっと親密に、えー、まあある種の印象派とかポスト印象派に対してですね 愛好してしまうようなですね。そういった側面が立ち作られたんじゃないか。まあ、そういうふうに私は考えております。はい、三浦さん、ありがとうございます。え、つまりですね。このまず非常にですね。その共同体といたしましたのセンシビリティということ。それから、その日本ジャポニーズムのフィルターという二つの点ですね。非常に興味深い、い、ぜ家庭でありました。では、神河岡さん、いかがでしょうか。この点について、いかがでしょうか。 はいえー、造形的にもその美意識絵画趣味という点でもある種の趣味の逆輸入が起きているんじゃないかという点であの三浦先生が今おっしゃったことでかなり、まあ、印象派ポスト印象派に対する日本人の好みというのはあの説明がかなりし尽くされてるようにも思うので私の方からまた少し違う観点といいますかスカタコレクションに関して えー、少しお話しします。はい。あのまず松方高次郎自身は実はあの画派、えー、芸術の流派に関する問題には関心がないというふうに取材に答えているんですね。で、自分が関心があるのはあの流派すべてのあの作品が欲しいというそこにある。つまりあのまあ西洋美術全体を 見渡せるようなコレクションをしたいという目的があったので、まあ傾向としてはあのフランス美術だけが突出しているわけではなかったということがまずあります。ただ実際にですね全体で見てみると確かにあのフランスの同時代の19世紀末10世紀初頭のえ作品が多いということも確かですし。 また一方でもちろんモネやあのゴーガン・ゴーホーといった、まあ、印象派ポスト印象派の作品が非常に多い重要な作品があるというのも、まあ、確かではでやっぱりこの頂点はあの発表でも言いましたようにあのマツカットの周辺にいたあのいろんな、えー、芸術家であるとか研究者たちの、えーまあ、影響というのが大きかったと思われますし。 もちろんブラングインやベネディットといったあの、まあ、現地のです、ね、支援者上限者たちの,あの影響というのは大きかったわけなんですけれども一方でこれもちょっと三浦先生もおっしゃったかもしれませんけれどもマツカタ自身がですね当時二次世紀初頭のパリが芸術の中心であるということは非常によく分かっていたんだろうと考えています。 まあ本人はよくあのインタビューで自分はあの美術のことは素人だというふうにも答えていますけども実際にはかなりいろんな情報を持っていたということも分かっていますのでそういっ観点からまああの最先端のその字の芸術の動向のすべてすねえ日本に伝える必要があるというふうに自身もまあ判断して考えていたんだろうというふうに考えています。 またちょっと違う観点でもう一つだけ付け加えたいんですけどもこうして松方なり大原ダブルなりあの商品の日本人の実業家のコレクターがまあそしてまたその周辺のですねいろんなあの支援者たちが努力をしたおかげでえーまあゴッホにしてもゴーギャにしてもモネにしてもえこうしたまあ印象派ポスト印象派の。 優れた作品が日本に早くに入ってきて美術館のコレクションにもなりましたし展覧会にもよく紹介されてますし雑誌とか出版物にも紹介されているという傾向がずっと続いてきた。でまあそのおかげで日本人はやっぱり明治に非常に親しんでいると。 であのまあ、逆に言うとよく知ってるからこそより好まれるというそういう側面もあるのかなと思います。で特にあの美術館によりますと、まあ、日本の展覧会というのは、まあ、有名な作家の有名な作品の紹介を繰り返し得ているという、えーまあ、傾向もやはり見られるということで、まあ、この状況に関してはちょっと。 あの今後ですね少しずつでも変えていきたいというふうにも考えております。はい、こちらからは以上です。はい、ありがとうございます。え確かにですねおっしゃったことですね。え確かに今この反応、そうする知っている作品をですねあのいろいろ発見しますねというのはですね非常に複製があってすでに非常にこのように普及していたってことがあるわけですね。 まあですからそれは美術館と言ってもまあ日本だけの美術館の問題ではないと思います。では小泉さんいかがでしょうか。どうしてゴーガンゴーガンとナビがこれだけあるのか。どうしてこれだけ日本人のがが非常にこの衰退なのかってことについておご意見をお願いいたします。はい。 まあ一つ,、まあ、つはいわば文化人であるとかエリート層であるとか、まあ、そうした人たちがどのようにしてフランス美術に惹かれていったのかということそしてまあ一般の人々があの広くフランス美術に親しみになったのはなぜなのかということですねで私の発表に関して言うならばその2番目の部分をお伝えしたいと思うわけですけれどももう もはやこれだけ美術が日本にあるという状況を考えると日本人にとってフランス美術それも印象派が西洋美術を学ぶ西洋美術を知るときに最初の窓口になっている。ということはもうこれは20世紀の終わりから揺るがない人としてあると思っています。 ですからあの確かに今時間が有名な画家の展覧会が多いというお話がありましたけれども少し前にテオドール・シャセリオ,オ,セリオの展覧会が国立西洋美術館で開かれました。その意味では あの無名とは言い,言いませんけれどもかなり広い対象を許容できる環境は生まれているそして日本だからこそ実現できる西洋美術の展覧会もあるんじゃないかというふうに思っています。まあ、少し理由すする部分から離れますけれまけども こうした環境にあることをぜひ多くの方に知っていただきたいということで私のコメントは一旦終わりにいたします。はいありがとうございます。で豪華についてまたちょっと質問します。のプレゼンの時にですね。 えーですねパースペクティブの雑誌の,この番号をおっしゃいましたけどもそれがですねフェスティバルの時にですねそれがその出るはずなんですよ実は私はですねプリミチあの日本芸術のプリミチ・ペにつきまして記事を書きました。ですからゴーギャントに対して 非常に関心を持っていることは特にこの20世紀の最初の柳宗悦氏などのような日本の知性人が関心を持っております。1922年のこのボロンブンで彼がですねこのようなこの革命的な画家と言っております。このようなゴーギャンのプリミティブというものが非常にこのようなこう関心を誘ってわけだわけであります。それがまたそれ以外の画家にもですねこの日本に非常に人気のある他の画家にも出るわけであります。ですからこういうようなこのエレメントもあるんじゃないでしょうか。つまりですねこのコレクションができる。 より前にでにですね日本のエリートにおきましてはこのようなこの芸術家に対する関心があるというわけでありますそしてそのそしてまたそれがまずこのコレクターに関心を持たせそれから次に一般大象に関心を持たせるとあると思いますそれではですねそこで一旦これで終わりましてですね会場の方々から質問を取れたいと思います、まあ、友達でありますマイあのミカエル・リュエンが来ておりますのでマイクを渡してください。大原美 美術館のこのこ建築であります1930年に建てられましたけどもギリシャ神殿みたいな建築のようですね非常に驚くものがありますので1930年に日本の地方都市にギリシャ神殿のような建物を作って西洋美術の美術館を作るってその時にはすごく驚いたんじゃないでしょうかはいクリストファーありがとうございますそして三浦さん陣川岡さん 小泉さんこんにちは。 こんばんは。そして本当にこの3つの講演ありがとうございました。確かにそのクラシッにあります大原美術館っていうのは、ま私もですね、やはりこの非常にこの関心のあることを思い出しました。そのクラシシズム日本におけるクラシシズムの導入であります。またこのまた質問がしたいと思います。つまりです。彫刻についてなんですね。カタログの中にはマスカタコレクションの中のカタログとしてロダンの彫刻がありました。それからまた地獄門があります。 ロダンは非常にこのこのようなこのフランス芸術の発見という時にはその中に非常にこの重要な芸術家でありますた。あまりお話しなさいませんでしたね。そしてそれがですねまたそれが複雑になるんです。つまりロダンというとジャポニズムとは関係があるとは言えないでしょ。どういうふうにですね解釈あの分析しますか。どうしてこのこれだけ日本にロダンの直があるというのはどういうことなんでしょうか。じゃあ仁川岡さんへの質問でしょうか。 もしもよろしければ人間さんお答えください。うん、ロダンの。はい、あのロダンの需要に関してですけれども、やはりあの白樺派のあの芸術家たちがあの非常に早くから、まあゴーギャンやゴッホーと同様にロダンの芸術そして人生、えー、を日本に紹介していたということがあります。で、やっぱりあの柳宗根の件も出てきましたけど、松、ま、方にしても。 おそらく大原コレクションの周辺においても。そういった情報というのは、かなり日本でもまた。おそらくフランス、あるいは、どんどんでもですね。そういう情報は。あの共有されていたはずです。はい、うん、うんうん、ありがとうございます。えっと、あの、その会場から他に質問ございますか?。どうぞ。 何か会場の方に質問ありますか非常に時間が限られておりますので一冊だけ会場から質問を受け付けたいと思います。特にありまませせんんね手が上がってませんので はい質問がないようですのでそしたらここで閉会といたしましょう。そうですねそれではですねまずこの3人の日本にいらっしゃる講演者の方にお礼を申し上げたと思いますそれからまたアーチゾーン美術館にもこのようなこの会場を提供してくださいまして東京からこのようにこの講演をすることができたそれからまた技術陣の方々に関しましても大変な尽力をしてこのラウンドテープをできままししたた皆さま方本当にあありりががととううごござざいいました。